今日は最近前髪を切ったので多分この動画が上がる頃には前髪をカットした動画が上がってると思うんですけど、前髪を切ったら前髪ありなしどっちもなんだ、私の前髪が 2way バングって言って前髪ありなしどっちもできる前髪なので、ありとなしどっちもやり方教えてくださいっていうコメントがよく来たので、そちらを今回は紹介していきたいと思います。でまず、てかおでこにニキビができたんですよ。めっちゃショック。はい、そしたらまず今日は今分けてる状態なので、まずありからやります。適当に水で前髪を濡らす、なんか別にその特別なスプレーとかじゃなくて、もう本当に前髪をバーって水で濡らす。 OK。 そしたらタオルでこうなんていうの、分け目ができてるから、分け目の部分をこうなんだろう、なじませる感じでタオルでわしゃわしゃ乾かす、軽くね。そしたらもうニキビ嫌だな、おろす櫛で。で乾かす。はい、こんな感じで水に濡らしてドライヤーでドライしたら、とりあえず前髪はこんな感じで前髪ありになります。はい、そしたら私は前髪ありの時は結構コテじゃなくてストレートアイロンでセットすることが多いんですけど、なので今日もストレートアイロンでやります。はい、160度、ちょっと温まるまでの間、今日のリップを紹介したいと思います。今日のリップはじゃん、あ、10だって、ゆうかちゃんがプロデュースしてるリップを塗りました。新色をまたいただいたので、今日はこちらを2つ重ね付けしています。こっちの色めっちゃ可愛かった、大人っぽくて好き。オレンジブラウンみたいなのが可愛いな。顔が幼いからリップで大人っぽくするようにしています。はい、そしたら前髪ありのセット方法は、基本前髪からやろうかな。私の前髪は真ん中だけ短くて、この外側は基本こっちにつなげて長いようなデザインにしてもらってるので、外側は特に何もやらず真ん中だけ巻けばどうにかなるんですよね。うん、根元からシュッってなんて言うんだろう、どこも止めずに流すような感じ、うん、でしています。ちょっといつもより重めかな。でもう毛先は外巻きにするだけ。ブロッキングとかもしないから本当に適当なんですよ。OK じゃないって感じ、雰囲気外巻きになっていれば OK。根元だけちょっとふわっと刺した、完成。前髪ありの巻き方完成、こんな感じです。超簡単です。てか私のやり方が本当に適当だから参考になるのかどうかわかんないんですけど、ちょっとリクエストにあったので今回やってみました。前髪ありはこんな感じです。そしたら次前髪なしにしていきたいと思います。
ネックレス続きよっと。難しいな、口開いちゃう。爪が長いとできないんだよな。鼻水出た。ネックレスつける大変すぎ。集中力がないのでね、あっちやらこっちやらやりたくなるんですよ。ねえ、これつけたい、どうしても。ん？おもちくんが消えた。ちょっとこれ長いな。次は前髪なしのやり方を紹介します。もうさっきと反対って感じなんですけど、これだとちょっと落ちてきちゃうので、また水で濡らします。そしたらまたドライヤーでぼーってやります。したらストレートアイロンでいいかな今日は。また160度でちょっとだけこの辺を動きつけていったら完成です。さっき毛先外巻きにしてるので、ちょっと毛先のボリュームも出てるんですけど、さらにこの辺をまとめたいと思います。なんて言ったらいいんだろうな、髪の毛を外側にこう巻き込みながら、ここに熱を与える。コテの方がいいかな。で、毛先は全部外巻き、基本的に外巻きだけど、表面動き出したい時、私髪の毛にレイヤー入れてて、こうなんていうの、短い毛こういうのだけ内巻きにしてます。基本髪の毛こうやってかけちゃうこと多いので、この耳周りとかをこうちょっとウェーブっぽくして動き出したりとかすると可愛いです。前髪なしの時はもうランダム巻きって感じですね。私はいつも前髪なしの時は、私本当にこんな感じの適当な、なんだろう、なんかボッサボサの巻き方しちゃってます。ただのボサボサじゃんって感じなんだけどな、いつもこれなんだよな。耳にかけた時にこの辺に動きがあったら可愛いから、この辺だけなんかうまいことやってます。で、前髪がこうちょっと出てきても可愛いと思うんですけど、私的にはこれが嫌な人はジェルとかでちょっと軽くなじませてあげても可愛いと思います。はい、私の髪の毛の巻き方はこんな感じでした。ありがとうございました。またやります。